はい、続いてはノンスポーツですね。よいしょ。ちょっと今日は発送もしちゃいますんで、ちょっと急いでます。はい、なめこさんからご依頼です。昨日に引き続きビブラニウム、こちら一つで、一つは未開封でということでね、こちら開封して、昨日開封した分でワンボックス未開封と一緒に今日発送、明日着でお願いします。はい、じゃあまあワンパックずつ開けていきます。でベースとインサート系と分けながらいきますね。相変わらず、お、そうだ、そうが女性なのね。時代によるね。はい、まあシリアルカードとかね、光り物が結構いいし、この絵もいいですからね、結構。うん、まあオールドスクールな編み込みの絵もいいですけど、これもいいですね。うん、よいしょ。はい、赤パラ。お、マグニート。赤が似合いますね。はい。はい。ガモラ。おお、これかっこいいね。なんかあのパニーニのダウンタウンみたい。かっこいいね。これいいね。へえ。ね。よいしょ。まあプロダクトね、ネーミングもありますけど、タスクマスター。これ299。これもいいですよね。デザインいいです。なんで光り物のインサートを作んなかったのかなっていう。ね、光だけで25尻とかやってもよかったんじゃないかって思います。はい、なんかね、そんな感じします。はい、光り物。うん、いいですね。ね、この絵の描いてる人ね、アーティストうまいっすよね。こういうタッチいいですね。ほんと日本でコミック連載、あ、モザイクシルバーです。はい、ローグだ。はいね、モザイクシルバーが来ました。50枚限定です。いいっすね。インサート結構デザインこだわってますね。当時そんなに話題にならなかったのね、これね。はい、大マシン。まあ、マーベルのカードの人気はまだそこまでなかったですからね。299。まあ、どこもセールになっちゃうぐらいでしょう。いやー、でも今はもう大陸の方で大人気ですから。お、スパイダーマンだ、強さ見たいぞ。はい、アビリティね、それスパイ、ん、スパイディセンス、あ、弱い。5以上ないの。まあまあ糸をこうビューってね出ますが、まあ生身の人間ですもんね、改造してないもんね。まあアイアンマンが師匠っていうのもよくわかりますね。なんか宇宙行けないもんね。へえ、こういう感じなんだ。やっぱり普通の人間だから
内面やられちゃうとダメなんですね。1ですね。精神ですね。精神のコアをやられてしまうと人間はあっちゅう間です。ね。よいしょ。なので、法っていうのがあるんですよね。よいしょ。最近はだからね、ああいうネットの書き込みとかああいうの、だいぶね、2、3ヶ月でいけちゃいますからね。本人までね。いい世の中になりそうです、そういう部分はね。299。で、会社から電話行って、え?みたいになっちゃって。お、ハルクだ。ハルクも見たいけど、はい。ワッペン来ちゃった。ワッペンだよね。二人ワッペンだ。はい。ちょっとここ見ます。フロストとサイクロプスですね。X 名の二人?でもない。はい。これはこれでありですね。なんか初めね、商品出た時に、ああ、ワッペン、外れがワッペンか、みたいな感じでしたが、実際見たら、ああ、結構いいんだねっていう。はい。クロームカードで、下が生地になってて、ちゃんと作ってあるねっていう。はい、悪くはないです。で、ハルクの強さが正の。あ、強い。まあ、いじってますからね。うん。スピードでも3あるんだ。あ、まあ、速いもんね、でかいからね。はあ、すごいね。7だから、やっぱりサノスと力で勝負だったら、ハルクぐらいなんだ、渡り合えるの。インテリジェンス2ですけど、まあ、聞く耳持てるようにコントロールできれば。ね。まあ何言ってもうがーしか言わないかもしれないですけどね。こうなっちゃってると。すごいですね。1、2、3、4、5。まあスピードがちょっとあれですけどね。スタミナ。スタ丼っすね。まるでね。はい。スタミナ丼ぶり。はい。キラキラ。へえ、これ面白いよね。全部見たいな、後ろこれ。スパイダーマンがやっぱそうだね。そんなもんなんだね。よいしょ。まあ、確かにドクターストレンジともし戦ったら、あ、クラックアイスだ。はい、崩壊。これが99でした。ね。21の99、崩壊。いいっすね。キラキラ。デッドプールとかどうなんだろう、強さ。はい。エタニティ?すごいですね。コスモになってますね。はい、で、ラスト。あ、鉄板入ってる。光は、はい、キャプテン・マーベル。ね。ちょっと落とし。ベテランキャプテンマップで、プレート、あ、インサートだ。3人ね、並んでるインサートのプレート101が来ました。カードナンバー UH の10。ケーブル、ケーブル、ケーブル。あ、ケーブルってこれ変身するの。3種類あるけどね。あ、そういうカードなんだ、101。だ、ワッペン出てこれ出てるから、プレートはアディショナルヒットかもしれないですね。はい、ということで梱包して、もう今日発送、明日着で手配します。はい、ありがとうございました。